ぱりなんか乗らない。なんでやろ。なんかさ途中で切れちゃったりね、今もね着くのにめっちゃ時間かかったんですよ。なんでなんやろ。ちょっと接触が悪くなってるのか寿命か。携帯の20時からはい行けました。2回目は成功します。ちゃんと1回目ちょっとなんか失敗するときある。59万ポイントかな。差をどんどん縮めましょう。お願いします。みゆき順位上がってきてる。え、ほんまに嬉しい。いっぱいアプリが開いているかも。あ、その可能性もある。なんかね、あとなんかなんやろ、どの時計が正確なんかほんまに分からへん。なんか片や4分、片や15分、片や10分ってなんかいろいろなんですよ。ちょっとやばいねんけど、なんか起きすぎてなんか逆に分かんなくなってる。夜勤だからこれから寝るとこやった。お疲れ様です。4分が正解。50完了。またテレビでみゆきみたいな。ありがとうございます。ずれすぎ。そうやねん、なんかね15分のところ針刺してるねんな。10分も早い。10分も早く動いてます。50カウントあり、ありがとう。今から資料を終わらせて、そして行ってきます。で帰ってきたらまた配信します。5時からしゃべくりアワー見てくださいね。ことちゃん、みゆき、しおんちゃん、カレンタンでやります。4人で。やっぱ電波時計一ついるね。そうやんな、ほんまに。だから開始時間がいつもわかんないんですよ。携帯もあかんし、ほんまになんか着くのに時間かかっちゃうんですよ携帯は。今日は劇場出勤やっけ。内緒です。出た内緒。NMB の壁の写真をじっくり見る方法とかありますか。じっくり見る方法ですか。あ、今の期間ってこと。今はあれか、ロビー開放してないのか。そうですね、お気に入りのメンバーがもしいらっしゃるならその子があの公園に出る、また近くなってた、公園に出るときはあのロビーにあの今日の出演メンバーみたいな感じで飾られるんですよ。で、それだとじっくり見れるかなって思います。あとの方法は何かな。あとはね、NMB のオフィシャルサイトにあのそのロビーに飾ってる写真と同じ写真があの現在そのプロフィール写真として掲載されてるんですけど、あのロビーそのチェックあらかじめにしてて、この子とこの子とこの子の写真が見たいなって思ったら、なんかアイウェア順に並んでるので、チーム順のあの大体こう何ですか、頭の中で想像して設置して
ここみたいな感じで行くとスムーズに見つけやすいかもしれないですね。あとこう写真の感じとか覚えといたら。そうですね、最近はロビーの開放もないですもんね、この時期で。そっかそっか。お疲れ様、楽しんでいきましょう、楽しんでいきましょう。しゃべくりですか、楽しみです。そうなんですよ、今日しゃべくりで、しゃべくりアワーで。そうなんです、みーきゃんとカレンタン見なきゃたけちゃん、たけちゃん特メンバーですか。ことちゃんとの会話和むやろうないつもね、なんかあのめっちゃ喋るんですよ、ことちゃんとは。あのいつも不思議な空間が流れてます、時間が。ちょっと後ろ下げるね、うん、俺得しゃべくりやな、なんでやねん。個別握手会再開したらロビー開放あるかもね。そうやね、個別握手がいつ再開になるんでしょうか。次のシングルもまだオンラインっぽいよね。24枚目、仕事の手を止めてありがとう。なるほどね、そうそう、みーきの秘密来た1日1秘密やから、必ず。ありがとうございます。いえいえ、また来てくださいね。なんかどの子のメンバーが気になるのかちょっと気になりますけど握手会再開したら初めましての鹿のかぶり物したいわい。お、ディアパレードや、来てください、来てください、ディアパレード。どないしたん、瞳がめっちゃキラキラしてるほんまにそう、ほんまですか。星投げ50カメ完了、ありがとうございます。では用事あるので片してしゃべくりに備えます。お、岡文さんお待ちしてます。しゃべくりアワー、琴様はみーきの発言がツボみたいやからね。なんかね、いつも笑ってくれるんですよね。なんか最近は何やったかな、なんか自分ではそんな笑かしてるつもりないんですけど、なんかそのしゃべる一言一言がツボに入ってくれるみたいで。でもいいですよ、笑ってくれるなら私も幸せな気持ちになります。何やったっけかな、なんかめっちゃ笑ってくれててんな。何やったやろうか、ちょっと忘れちゃいましたけど。ハート100個突破ありがとう。ハローフロムインドネシア、インドネシア来た。ガーラさん、来年いっぱいは握手会無理かもね。来年いっぱいか、2021、そっかそっか、再来年ぐらいになるんかな。ハロー、私はインドネシアのファンです。インドネシアを知っていますか。 Yes Me too、 ポニーテール好きです。低めのポニーにしました。雨降ってるのでバーってなっちゃうかなって思って、でもしっかりちゃんと巻いてる。50カウント星集め、集め中ありがとう。ルネースあった、リナ何、50ミーギ完了、大好き、ありがとうございます。不思議少女ミーギやからね、みんな笑う。なんか何やったかな、ほんまに面白くて笑う。でもその後に自分もおかしいなと思って笑ったんですよよく考えれば。何やろ、発言するときは全然何普通に喋るんですけど、後で考えるとみたいなこと多いですね。明日久しぶりにミークさんとお話できる。お、黒ボタさんと久しぶりに会える。50からおまけのハートありがとう。ハート100個受け取って、受け取った。ヤーさん、それではお仕事行ってきます。コミラさん頑張ってください。間に合った星投げ開始ありがとう。カニパンさん、インドネシア来たネイビー似合うね。あ、本当によかった。その中に合わせるトップスをネイビーかブラックで悩んだよね、ずっと。でネイビーにした、ママと相談して。
あなたは JKT48 を知っていますか？ JKT48 についてどう思いますか？JKT48 知ってます。 Yes Yes。 JKT48 さんはどう思いますか？そうだな、なんだろう、どう思いますか？難しいな。でも遊びに行ってみたいです、劇場とか。あやさんの推しメンはどなたですか？全米が笑う、やめてくれ。MO って違うやろ、なんだろう、星が入っちゃっててわかんない。50カウント終了しかありがとう。メキシコからハローキュンです、キュンです。ジャパンキュンです。コトちゃん面白いし肌白いし羨ましい。ほんまに。ムチュールさん、ムチュゴジュチェルちゃん完了ウーノデフヨチュヨチュ。全俺が笑う、どういうこと？俺何人いるねん。ギフト見ます。店長さん、あ、店長さん来てくれてるの？コメントして。ハートスタンプ、ユウさんハートスタンプ、ヤーさんハートスタンプ、すごーい、たくさん。キヤンハートスタンプと、あ、くまちゃんありがとう。手野田さんはファイトスタンプ、あ、1000人ぴったりやで、すごーい。そうか、週末お話し会やな。そうなんですよ、そうなんです。知らんがな三姉妹推し、公式ユニットしたいな。知らんがな三姉妹、なみなみみ、ことちゃん、みき、頑張ってください、ありがとうございます。知らんがな三姉妹、名前の由来何って聞かれたら説明するのあれやな、あ、どう言ったらいいやろうな、ちょっと的外れな質問でとか言っとく。公式いいね、よきよき。やっとゆっくりお話できそうです。 NMB での私の推しはあなたです。おー、本当ですか、あやさん。嬉しいです、本当ですか、やった、ベリーベリーハッピー、 Thank you。なかなかタイミングが合わず配信あまり見れなくてピエン。あ、そうなんや。でも店長さんそうやって陰でこっそりハートくださってるのめっちゃ嬉しい。お、すごい、シンさん50ポイってしてくれてる、ありがとうございます。50カウントしてくださったんですね。お、ユーチムさん50カウント、ことなみいき、あ、ことなみみーき、いいな、全部全部はつながってないか。知らんがなって言い返したらええやん。あ、めっちゃいいやん。じゃあ、あ、ちょっとご質問なんですけど、知らんがな三姉妹さんの名前の由来は何ですか？知らんがな、あ、いいじゃないですか、いいですね。それでいきます。じゃあ残りのメンバーにも伝えときますね。白髪の三姉妹公式化したら高鳴る。健康管理を忘れずに、ありがとうございます。あやさん、外国の方ですか？ AKB 賞かな、のなにわ三姉妹みたい。あ、なにわ三姉妹ありましたね。コントしたいな、コントしたい、なんかセリフ覚えて演技して。みーき頑張って、ありがとう。みおさん、ナイストリオ。暴れ八着さん、誰が突っ込む？こと様とか、みーきでしょ、やっぱりみーきでしょ。こんにちは、フロムインドネシア。アグムさん、インドネシアから来てくださった。2周 星投げ50カウント完了しました。たけちゃんありがとう。50みーき終了。中さん、週、
星2周分と50カウント投げたよ。嬉しいです。オーナフヒトさん、チルちゃんできる？できます。ヒロチュンフルコース完了です。 Thank you。 ハロー。噛み合わないセリフ全部知らんがなで成立するコントやばいわ。ほんまやな。じゃあ最後もうええわって言ったと思うって言ってトリプルボケだと思う。いや絶対絶対その中ではミーギがしっかりしてるっしょ。かわいいやって。ありがとう。 Thank you。 3人でボケの一方通行。じゃあ知らんかな3姉妹 with いじりあんなとかにしときますか。あんたん呼んできます。梅ピー小岩がよく言ってる知らんがな。梅ピー小岩ココナタン、なんでそう言われるようになったんですかね。梅ピー小岩、あ小岩ってあれか、ココナって読む。あなるほどね、漢字にするとわかる、そういうことか。 Say hi from JKT48 fansうん、あんたん来てくれたらもう大変でしょうね。もう私たちのお世話、3人全員自分がツッコミだと思ってるトリプルボケでしょ。いや私絶対ボケ担当とかは思ってないです、全然。ただなんで笑ったのかなとは思うけど、でミーキツッコめると思うねんの。結構あんたんからも高評価いただいてます。あんたん壊れちゃう。 Sometime I want to NMB48 シアター来てくださいね。 Comes again 合ってるかな。こんにちは。あ、朝次郎ちゃんこんにちは、久しぶりやな。朝吉さんハートとバラ、コスモスひろちゃんハート、高志色さん10,000万円、やふみちチャンネルさん健康第一スタンプありがとうございます。恋するフォーチュンクッキーの歌歌えますか。ははは歌えますよ。チャラチャラチャ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 終わり。そっか、 JKT さんも恋するフォーチュンクッキーやってるんですかね、劇場で。なんか見たことある気がする。みーきおはよう。みなきゅんさんもんきゅん推しやって。みーきたん知らず知らずのうちに多くの人から愛されまくってるね、嬉しい。あんたんには特別手当出してあげましょう。本当にやな。特別枠でスカートはギンガムチェックなの、ワンピースがギンガムチェックかな。ステイサーフ1377人の皆さんこんにちは。あと9分ですね。あと9分です。2週終わった。カニパンさん嬉しいです。髪型最高に決まってるね、よかった、嬉しい。早いあやさん大好きです、ありがとう。ディアパレードって何するんですか。あのね、握手会とか、今はあの握手会オンラインお話し会なんですけど、あの何しかまろくんのなんかいるんですけど、キャラクターでそれのなんか被り物を被ってあの並んでくださるんですよ、握手会のレーンに。その光景をなんかディアパレードって呼びます。なので来てくださいね、もし再開されたら。こんにちは、モニテスキ元気です。知らんがな3姉妹でハート型ウイルス歌ってほしい。ハート型ウイルスな、セリフはちょっと照れますけど。みゆきさんが出演する夕方夜型は神回、ほんまですか。あと
7分ですかね。しかまろくんは一緒に写真撮ったことあります。それは参加したいですやって。お待ちしてます。ひろちゅんに会えるの、ひろちゅんとお会いしたいですね。こんにちは。セリフは知らんがなネタを取り込んだオリジナルで。ジッパーはどうかな。嫌です。あと1ヶ月でディア生誕祭、ディアパレードまたできたらいいですね。ね、やりたいですね。いつか NMB48 へ行きたいんです。すごい、ローマ字で聞いてください。お星様いただく分50カウントさせていただきました。ありがとうございます。そうなんや。そういうこともできるのね。じゃあ他の配信の人のところでお星様あれか、集め行ってくれって言ってみゆきのとこ来てくれてるのか。すごい、そういうのもありなのね。名古屋のかわちゃんさん、また来てくださいね。みゆきの50カウント嬉しいです。嫌ですって返されるとは思わなかった。そう、ジッパーはノーノーです。インドネシアのファンへのお返事もローマ字みたい。じゃあバード、バードか。今誰かのために公演でやってますよ。みんな頑張れ。おぎまるさん、あと5分になりました。みゆきさんが幼く見えるわやって。なんでジッパー嫌なの。なんかなんやろ、なんでやろうな。なんでなんかな。また機会があれば。じゃあメイキルームはいつも平和やな。平和やで。だってさ、昨日ねお誕生日の方がいらっしゃったんですけどね、コメントのところでみんなでね生誕祭したんですよ。あとなんか初めましての方同士で仲良くなられたりっていうのをすごく見るのでとても平和です。なので見てるのもすごくね幸せなんです。二人バードできるからいいじゃない。あ、そうやな、ことなみみ片言、ことちゃんとなみみバードできるもんな。みゆきもできるですよ。やろかバード。50カウント完了です。しかまろくんはみゆき推しのディアーズさんがくれますよ。私大阪へ行きたいんです。来てください。みゆきのジッパー待機な。香水の振りが好き。あ、香水じゃない、血圧、香水つけてるふりらしいです。でもカウントも終わった。3週無理ぽ、またできる時お願いします。センターでお願いします。今日も可愛い。外の雨は気をつけてね。じゃあしかまろくんの被り物を持ってなくても心配ないですね。うん、大丈夫です。みゆきの人柄でファンの方も優しい。元気そうで何より。イタリアからこんにちは。あ、ルイージさんこんにちは。3週50カウント終わりました。僕も貸して。しかまろくん、アンチが好きなことちゃんのバードがまた見たい。鉄砲隊公演のユニットをファン投票でとなったらジッパーに投票しよう。それはことわざるを得ないですね。チャオルイージ。誰？ヨウちゃんさん、すごい、小判の山だ。これ消えないで、あ、消えちゃった。すごい嬉しい。1,2,3,4,5,6,7、70千万円ですよ皆さん。70千万円の小判をねヨウちゃんさんがくださったんです。かわいいスタンプや、ありがとう。正義さん
マヒはシカマロくんに混じって違う数かぶり物してます。あ、ご存よくご存知です。私は言えてないです。パチパチパチ。大金も大金持ちだね。お、引き案から10,000万円と招き猫さんからクリスタルいただきました。ありがとうございます。じゃああと2分なのでランキングを見ます。13位トルコライスさん、12位イケメンエキストラさん、11位ヤスジさん、10位マチさん、9位うなのしかさん、8位シカと並んで、はい、7位リュウリュウさん、6位ヒロチュン、5位ユウさん、4位ヤン008さん、3位ヒキヤンさん、2位マサヨシさん、1位は黒豚さんでした。ありがとうございました。イエーイ。じゃああと1分で終わります。で次は8時から配信します。お、54万になった。パチ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 。8時から8時半、22時から22時30分、23時30分から24時までの残り3つ待ってます。夜勤なのでこれから寝ます。またねまたね。雨の音でちょうど BGM になるんじゃないですか。週末来られへんかもやし、今のうちにポイント投げとかんとな。嬉しい。お仕事ファイティン、ありがとうファイティンしてきます。配信ありがとうございました。ホモルトソの、なんだろう、訳してくださいたカシーノさん。休憩大事だよ。ルイージ超眠いって、あ、眠いって、こんにちはミキちゃん、こんにちは。夜は出かけているのでこれで今日は最後かも。そうなんですか。またねまたね。ミキ、押し終わるまで全力、押し終わるまで。またね。1979人の方に見ていただきました、この配信。11時半ですね。お、だね。おはよう、みきちゃん。今日も安定の可愛さで、だね、大好きな。Thank you、たかっちさん。全力で頑張って。みんなもじゃあ全力で頑張ってね。じゃあ、8時に元気で待ち合わせしましょう。バイバーイ。頑張ってね。またね。バイバーイ。あ、17時から NMB48 のしゃべくりアワー見てください。別アカウントからの配信になります。じゃあ、バイバイ。